谷津干潟、ガ津干潟は、千葉県奈良市の市にある干潟。国指定、谷津長寿保護区、ラムサール条約登録地、日本の重要湿地500指定地に含まれる。東京湾岸の干潟は、そのほとんどが1960年代から1970年代にかけて、埋め立て地として整備され、工業地や住宅地として開発し都市化が進んだが、奈良市の市、タニ地崎のヒガは、 トネ川放水路計画により、急増症の所有であったために埋め立てを免れ、埋め立て地の中に2本の水路、高瀬川、谷津川で、海とつながる池のように残された。その後、埋め立ての計画は持ち上がったが、東京湾に飛来する、新衣類、千鳥類、カモ類といった渡り鳥の希少な生息地になっていることが指摘され、また保護活動家による重要性の宣伝活動や、 清掃活動によって、その重要性が広く市民の間も認知されたため、1988年、昭和63年に国指定、他日長獣保護区、集団と来地に指定され、面積41ヘクタール、内特別保護地区40ヘクタール、さらに1993年、平成5年6月10日に、ラムサール条約登録地に登録された。奈良市の市では、 毎年6月10日を多日日潟の日としている。これらの歴史的経緯から多日日潟はほぼ長方形という不自然な形状である。さらに日潟の四方は宅地化、都市化が進んでおり、日潟の上には高架橋が建てられ JR 京葉線、東関東自動車道、国道357号が通っている。北側には多日バラ園、旧多日遊園バラ園、 南側には、多日干型自然観察センター及び、多日干型公園が整備されている。詐欺類、カモ類、カモメ類などの水鳥が一年を通して見られ、年間を通じて60から80の種類、少ない時でも10から20種類の鳥が飛来する。また、シギッチ鳥類が飛来する場所として、全国的に有名で、聖多カシギが定着するなど貴重な環境である。 これらの水鳥の餌となる、チゴガニなどの甲殻類が生息するほか、エイなどの魚類も生息し、アユなど海遊魚の稚魚が生育する場にもなっていると考えられている。埋め立て後も非常に多くの渡り鳥が渡来していたが、ラムサール条約登録にあたり大規模な工事が行われ、その後の調査では大幅な激減が確認された。文一総合出版より刊行されている。 他日日型を楽しむ、日型の鳥ウォッチングによれば1976年に1500羽を数えた、白地鳥は1996年、平成8年では150羽ほど、詐欺類など他の鳥類についても数十分の1へとトライ数は減少した。日型周辺に存在していたマムシなどヘビが生息する、野原や池、日型内の観察小屋周辺にあったカニの生息地などは、 造成工事によって近代的な自然観察センターや野鳥観察者用の駐車場が建設されたとにより消滅した。小さな干潟において貴重な餌場が消失したことの影響は大きく、東京安全体でもトライ数は約半分ほどに減少している中、他日干潟においては数十分の一と大幅な減少が目立っている。 水質汚濁が原因と思われるアオサの移動発生が問題になっている。アオサのコシが原因で酸素濃度が低下、干潟の泥に酸素が非常に少なくなり、アサリやヤドカリと誤解などが死滅しているの発見された。これにより、渡り鳥の餌になる誤解などが減っているため、渡り鳥にも影響が心配されている。また、水質汚濁をもたらす以前に多くの人手によって、 毎年除去が繰り返し行われる。保護活動家と呼ばれる森田三郎が新聞配達の傍ら、1974年昭和49年からゴミ拾いを始め、埋め立て中止、保護へとなったことが1993年、平成5年週刊少年マガジンにうつもれた楽園、多日干潟、ゴミと戦った20年代、作画、西武西サヨとして漫画化されたほか、 2009年、平成21年2月1日、エチカの鏡心に、キク TV や、同年12月8日、たった一人の反乱ヘドロの日型を蘇らせろで、放送された。森田は、その後、個人タクシー運転手を本業として、奈良市の市議会議員になり、千葉県議会議員を2期、1999年から2007年、務めているが、ゴミ拾いは、現在も続けている。 日潟や公園の身近な自然に親しみ、学ぶことのできる施設として、谷日日潟自然観察センターが設けられ、奈良市の,市の委託により指定管理者が運営している。日潟の保全や、トライ鳥類の観察、記録、来場者への案内、レンジャー、望遠鏡の貸し出し、保全活動に携わるボランティア等の活動拠点になっている。 周囲約3 5トルにわたって観察路が設けられ、淡水池や多日干型公園も併設されており、お長など陸上の野鳥が生活する場にもなっている。多日干型公園は、奈良市の緑地、秋津総合運動公園、奈良市,の市秋津サッカー場と連続している。館内には観察スペース、図書、飲食、特別展示、レンジャーキッズコーナー、カフェ、 売店などがあり、建物内に限り入場料が必要である。谷津日型の西側は、船橋市との境界になっており、南船橋駅や船橋競馬場駅など、船橋市の駅にも近い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。